はい、ということで始まりましたよ、斉藤慶のインターネット的なあれあれあれでございます。好きな動物はサイなぜなら斉藤のサイだからな、斉藤慶でございます。さあみんな順繰りに好きな動物を言いながら自己紹介しよう。はいはい、顔見せろ何言った、黒魔術っぽくないですか黒魔術っぽいでよ、12秒が入ってしまった。はいはい、というわけです。好きな動物、うん、好きな動物は全部ムツゴロウサファリパークに行きたくてしょうがない、さやちゅんこと金沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチ。そして今日はこの人いるよ。はい、うん、好きな動物は、うん、ティーカッププードルです。うん、マリアンヌこと音月マリアです。よかった、自発的にカメラの方向いてくれて。あ、私今日このここ初めて席。あ、そっか、そうセンターの席。今日はじゃあゲストとしてお願いします。いや別に席順で決まんねえし基本あのメイちゃんみたいな暴れん坊とか席とかねえし感じでございますけども、今日若干僕ら汗ばんでおります。汗ばんでおりますなんでかっていうとギリギリだからね、スタジオに入ったのが。なんかこの前に現場があって、うん、まあ、クリップクリップさんの現場があって、はいはいはい、その時はもうジャーマネずらして、はいはい、こう一緒に飯を食って、初注意的なことを言ったりとかして、パッて時計見たら、どう考えてもギリじゃねえみたいな。鍋のなんかこう、出汁の追加が遅いのか。遅かったですよね。イライラした話ですね。二回用だけ持ってきてくださらない。そ う, そ う, そ う, そうでもなんか雑炊食べ終わって、ね、もう米粒しかないのに、まさかのそこからして出汁を投入されて、うん、そうそうそう満パンでしたあれみたいな。そんな、なので、うん、今日の放送は、はい、30分、まあ、はい、40分わかんないけど、うん、時間の許す限り、はい、鍋の後あなたは雑炊派中華麺派徹底討論をお送り、なんか、うん、みたいな顔してるからしません。しませんか。まあ、他にもほら、ね、いろいろネタがあらなきゃいけないことある。うん、そうそうそう。じゃあ中華麺の話は一切いたしません。はいはい。パエリアとかもあるからね。そういう問題。